はい、どうもこんばんは、一応です。本日もクロノトリガーやっていきます。はい、昨日ね、ちょっと配信できなくて申し訳ないです。昨日ね、ちょっと咳止まらなくて、あまりにも止まらなくてですね、とても配信できる状態じゃなかったんですよね。はい、今なんとか落ち着いてます。はい皆さん体調どうですか？いかがお過ごしですか？3連休最終日、クロノトリガーやっていきますよ。とりあえずまあいろいろクリアしたよな。中性とかもそうだし、うん、虹色の貝殻を取りに行った。あとはどうしようか。ちょっと原始の時代に行こう。なんかエイラーの村に強い防具があると聞いてたんで、まあせっかくだからエイラー連れていくか。よし、なんか情報を探そうかね。情報、変な石見つけて持てると気持ち悪かった。すぐ捨てるなよ。もう、まあでも気持ち悪かったのか。まあ気持ち悪いんじゃしょうがねえわな。はい、どうもこんばんは。さあ、その石とは何ぞや。寒い、はい。市長やめた。今、キーの、ああ、ははは、キーのね。ラボス落ちてきた。寒くなった。はい、はい、はい、はい。まあそんな格好してりゃ寒いわなって感じもするけど。休みますか。いいえ、それだけ。エイラ元気か、キーの元気。はい、ラボス落ちた。恐竜人滅んだ、よかった。けどあれから寒くなってる。狩りあまりできない。でもキーの負けない。エイラ心配いらない。キーの任す。あ、特に情報っていう情報なさそうっすね。うん、これのこと言ってんのかな。強い防具あるっていうのは多分これのことなのかな。ちょっと交換してみるか、これ。はい、どうもこんばんは。花びら、奇抜の羽、10個ずつ合わせて40個と交換。はい、持ってない、ダメ。はい、こんばんは。まあいいや、後回しだな。まあ持ってるっちゃ、多分2周目だから持ってるっちゃ持ってるんだよな、多分。太陽神殿行くか。太陽神殿一回行ってみて。あー、ちょっと重いなこりゃ。カクついてるな。今パソコン立ち上げたばっかですからね。これじゃね。いきなり、もういきなりこれじゃね。小さな洞窟、違う、小さな洞窟じゃないよな。太陽神殿ってどこだっけ。あー、もう島がね、小さい島がいっぱいあるのよ。左下から攻めていくか。左下って表現あんま良くないよね。南西だよね、南西。左下ってなんか小学生みたいな、小学生の表現だよな。これは違うな。村だ。あれ？戻ってきちゃったんだな。そっか。ごめんなさい、ちょっともう一回行くよ。この辺まで行けばいいんだろう。この辺でどうだ。ああ、いいとこじゃね。右、東の方に行けば、きっと島があるはず。あれ？うまくいかんな。島ってよりも、
流氷みたいな感じだよね。この辺もそうか、流氷か、ただの島じゃねえんだな。あれ違う？よくわかんねえなこれ。東に行くと、これまた流氷か。ちょっとごめん、何回もねちょっと切り替えて申し訳ないんだけど、じゃあこの辺じゃねえんだろうな。これも流氷。ちょっともう一回見るけども、ちょっと南下していくか。南下してこれじゃないか、違う、光の方から違うな。あれ太陽神殿ってこの時代だったよな。あれようわからんな。ようわからんね。あくまで流氷か、この辺りは。陸ってあんまないんだね。まあ沈んだっていう設定だからないんだろうな。よいしょ、光の祠、あ、小さな洞窟、これゲートあるね。困ったな。あれ太陽神殿って確かこの時代だよね。あのあれだよね、空に浮いてたあの魔法の国にあったんだよな、太陽神殿って。違ったっけ。これあれだよね、ここに太陽石を置くみたいな感じだったと思った、確か記憶が正しければ。あれあと陸ってねえんじゃねえこの時代。ねえんじゃねえかこれ。あるのかな、これ全部流氷だよな。だよな多分。あれおかしいな。おかしいっすね。困ったね、困ったね。まあこの音楽聴いてるだけでも本当飯何杯でも食えるみたいな感じなんだけど。いやー、わかんねえな。あと全部流氷だよな。あれこの時代じゃないのか。いや、確かこの時代だったよな。特にまあ情報という情報はないな。太陽石は祀ってありました。それを欲しいのよね。それ欲しいんだよな。未来から行くか、それとも先に。中世は多分終わったよね。魔王廃下とグランドオリオンのパワーアップイベントと、なんだったっけ、あれだよね、ここじゃねえんだよ、虹色の貝殻だから。中世は終わったよな。
困ったね、困ったね。未来から行くか。だってあと陸ねえもんな、これ。この陸って2種類しかないっすもんね。2種類、3つか。だよな。未来から行くかな。じゃあどうすっかな。どうしよう。まあ未来から行ってもいいけど、ああどうしよう、悩む。未来から行くか。あっと間違えた。おい、よーし。未来のどこだったっけ。これまた結構あるんだもんね、これね。島ね。どうしようかな。どっから行くかな。とりあえず北上してみるか。おっと、いきなりこれはなんだ。ジェノサイドドーム。これか。ちょっと待て。ちょっと待て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 。違う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 。ロボ連れてこよう。ロボの装備は大丈夫、大丈夫じゃない。あー、ゴールドピアスもないよね。ないよね。誰かから持ってくるか。とりあえず、ルッカにハチマキ任せといて。あれ ?2 個なってる。誰か外してたんだ。まあいいや。よし、行こうか。ここは私を先頭にしてください。はい、いいっすよ、いいっすよ。はい、どうぞ。お好きにどうぞ。私の心に勝手に押し入ろうとしているのはどなた?まあ、お帰りなさい。R66Y。いいえ、プロメテス。あら、後ろは生き物?生き物が来るなんて随分久しぶりね。歓迎します。さあ、どうぞ、中 XX。はい、こんばんは。よいしょ。それでは、あなたたちの性能を見せていただきましょう。これバトルなるっぽいな、これ。ちょっと待って。あ、OK、バーサクリング。黒のバーサクリング外してだから2個になったのか。はい、クロノ先生お願い。はい、どうも。はい、入力しません。クロノに任せる。はい、どうも。ゲイ。さあ、どんどん行ってくれ。はい、オッケー。これ何連、3連戦ぐらいすんのか、これ。ちょっとめんどくせえな、これな。3体までだったら、まあ、クロノに任せてもいいが。いや、ここクロノに任せよ。はい、どうも。はい、もはやコマンド入力さえしない。もはやしませんよ、入力すら。はい、オッケー。どうだったかな。太陽石もう古代じゃねえんだよな。
古代の時代じゃねえんだよ。あの感じ見た感じね、もはやね、もう陸ないから、流氷しかないから、古代の時代じゃねえんだ。うわ、これはちょっとさすがに魔法使うか。ってことはどこだ。まあめんどくせえから全部の時代もあるか。原始じゃないんだよな、確か。原始じゃなかった気がしたな。記憶が曖昧だぞこれ。いや、現代でもなかった、現代中世でもなかった気もしたけどな。あれ、これどこ行けばいいの、これ。こっちはこれ何、ピカピカ光ってるやつ、ダストシュート。あー、いや戻らん。お、宝箱。はい、やっぱり来ると思ったい。来ると思いましたよ。はい、どうも。どうしようかな。古代ではない。古代、ちょっとあのクロノニスバトルは任せて、ちょっといろいろ推理はしてみるけども、じゃあ未来しかねえよな。あれ、確か現代中世じゃないと思ったけどな。あれ、あれ、あれ、え、なんじゃ、なんじゃ、なんじゃ今の、こっちじゃねえのか。あれ、開いた。これはさっき入ったっけ。あれ、入ってない。これなんかエレベーターっぽいな。エレベーターっぽい。はい、はい、どうも。ちなみになんか調べたらですね、あの魔王が、今から300年昔、ラボスの大災害が起こり、この星は大きく変わりました。このままいけばやがて人間は死に絶えます。絶望という病に心を食べられ。はい。うるせえな。結構流暢な、ひらがなとか漢字を使って、ね、表示してるってことは、結構流暢な人間の言葉でこう話しかけてくるんでしょうね。いや、あの、魔王を倒した、魔王と戦って、魔王を倒してから、クロノが、倒してから、クロノがいない状態で、ラボスを倒すと、その、カエルが人間の姿に戻るエンディングが見られるっていう、攻略サイトに書いてたんですけど、なんかそれリメイク版のみっぽいっすね。スーファミ版はなんかそれがないみたいな。はい。だから特にまあ気にせずって感じみたいですね。何から調べましょうか。扉、ロックされている扉を開けるには、その横についているエネルギーポットを充電する必要があります。はい、なんのこっちゃ。左のエネルギーポットで電気を帯びて、扉の横のポットに入れば充電され扉が開きます。はい、ちょ全部調べようか。ベルトコンベア、はい、右を流れるベルトコンベアは情報にあるスイッチにより逆向きにな、はいはいはい、オッケーオッケー。ガードマシン、確実に正面に立つものの進路を阻む。しかし2体のガードマシンを並べると機能が停止するので注意。なお故障してガードマンは上の部屋に置くこと。はい、オッケー。ガードマシンね、人形。マザーに謁見するのに必要です。勝手に持ち出さぬように。いらん。
もう何を言ってるのかさっぱりわからんけども、まあ何かしら今後のヒントになるんでしょう。レーザーサイト、いやーでもね、今もね本当 AI とかだいぶ活躍されてますけど、こういう風に人間に歯向かってくるようじゃなんかちょっと嫌っすよね。そうならない未来を心よりお祈り申し上げますっていうか、そのうち AI なんでこりゃ、そのスイッチのことについて全然触れてねえじゃんね。AI に、AI もそのうち AI が作るようになると思うからね。そうなると人間いらなくなるよな。より効率よい AI が求められていって、なんか本当に人間がいらなくなってしまうみたいな感じになってしまいますよな。まあ特に昔製造業を携わってたからね、よく展示会とか行きましたよ、アンドロイドロボットみたいな見に行ったりとか。うん、あれあと行くとこねえじゃん。おいおい、このスイッチのことについて全然触れてねえし、さっきのコンピューター。ああいた、あ意味わかんねえなこれ。ちょっと意味わからん。どれか一つだけ押せばとかじゃない。いやーわかんねえなこれ。これではいったな。肝心なとここのコンピューターがね教えてくれねえんだよな。あいた、おお、あこれか、電気を帯びた状態でってこと、こういうことか、あ違う、どういうこっちゃ、これで充電できないのか。で、ベルトコンベアは逆にしろ、あ、これ、これか？ベルトコンベアも多分逆にしなきゃいけねえんだよな。逆にするやり方っていうのが、このコンピューターで教えてくれたから、それっていわゆる逆にしろって言ってること、あ、こういうことか。ことなんで、よいしょ。これエレベーターですよね。ちょっと待って。ベルトコンベアを逆にするには、これも多分充電しなきゃダメなんでしょうけど、逆にするにはどうしたらいいんだ？あ、再トライしたらいける？あ、これじゃねえわ。いやーちょっとね、肝心なことを教えてくれないんだよな。なんか人形手に入ったね。あそこにも人形ある。とりあえずエレベーター使って別フロア行ってみっか。よし、あ、セーブポイントある。一応セーブしとく？セーブポイント見るとなんかあのセーブしたくなるっていう。おっと、なんかピカピカ光ってる。パワーカプセルの使い方、使い道がね、ちょっと悩むんだよな。もう気づいてるかしら。あなたたち人間がいなければこの星は平和なのです。それでもあなたたちは戦うのですか？何のために？え、何これ？はいはい、わかりました。
いいね、クロノ。いいね。伊達天のクロノ。はい。オッケー。あー、この辺めっちゃバリアボールとか手に入るね、これ。これはこれでちょっと美味しいかもしれん。何気に使うからな、バリアボール。これか？これで、あれ？変わった？変わったな。変わったよな、ベルトコンベアの向きが上向きになったもんな。オッケー。よし、ちょっと待って、まだ別フロアさ、ちょっとまだ探索しきれてないじゃない？多分探索しきれてないっすよね。どうだったっけ、こっち。そうそうそう、はい。よしよしよし、もう本当にクロノ様々だこれ。もうあのただ黙って見てるだけでいいもんね、クロノが。クロノがね、頑張って働いてくれるから。引きなさい、不完全で壊れやすく愚かな生き物よ。ラボスの子供たちはやがて宇宙に帰っていくでしょう。新たな餌を、星を求めて。この星は持ち直します、人間さえいなければ。そして私たちロボットの新しい世界が築かれるのです。鉄の国、憎しみも悲しみもないユートピアが、私たちこそが人間に変わる新しい種、種なのです。もう無駄なことはやめなさい。諦めて眠りなさい。そうか。しかし人間もそう簡単にちょっとね、譲るわけにはいかないんだな。そう簡単にはいかねえよ。なんじゃなんじゃ。お、人間処理工場というわけ。ああ、そういうことね。機械を止めましょう。ダメです。プロテクトが何重にもかかっていて、幾重にもなのかな。ここのマザーコンピューターを破壊するしか手はありません。そっか。まあ、簡単じゃないか。マザーを倒しゃいいんだろ。あれ、あとは行くとこがないのかい。これベルトコンベア乗るのかな。ちょっと待って、ちょっと待ってね。別フロアのまたちょっと気になるんだよな。あれ、こっちが正規ルートか、もしかして。ちょっと複雑だね、ここに来て。ギミックとなんかあの分かれ道がちょっといっぱいあって、基本一本道のダンジョンが多いこのゲームだけど、なんかここに来てちょっとめんどくさい感じ。まあテイルズよりは楽だからいいやなっていう感じだけど。あー、なんか思い出してきたぞこれ。うん、なんか思い出してきた。えい。よし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 。確か、あれ違ったっけ？ああ、だよな。人形置くんだよね。オッケーオッケーオッケー。わかった。大体わかった。これまさかだけど、あ、だ、これフロア、まだこのフロア戻ってきたら敵復活してるかな。だとしたらちょっとめんどくさいんだよな。
とここで充電してこう回っていくの？これ間に合うか？これあ、間に合ったわ。間に合っちゃったわ。スーパーエーテル、ハイエーテル、はい。で、こいつを連れてくるん、連れていくんだよね、確か。はい。連れていくんだよな。これまだ引っかかるのよね。はい、こっちこっち。こっちだぞ。おい！おい、何やってんだよ、お前。はい、こっち。こっちこっち。くそ、こっちだぞ。うわぁ、もう、こいつほんとに使えねえな。はい、こっちこっち。よし、来た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 。はい、来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 い。来い、よし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 。よしよしよし。はい。はい、引っかく。もう、めんどくせえ、こいつ。はい。もうね、ほんとね、制作者さんもこれ、わざとこういう仕様にするんだから、ほんとにもう、すなにこう、ついてくるね、スパッとついてくるような、作りにすりゃいいものを、制作者さんもこれほんと。はいはい、こいつをなんか引き合わせりゃいいんでしょ、これ。オッケー。あっと、ごめんなさい、間違った。守りの帽子。で、これをもう一個置きに行くと。オッケーオッケー。なんかちょっと、めんどくさい。めんどくさいギミックだったけど、まあ